27日水曜日の愛知県周辺は朝から薄い雲が広がっています。その雲の一部にまるで足跡のように穴が開いたような雲が見られています。こちらは12時11分ごろ名古屋市港区の方からいただいていた動画でのご報告となっています。まさしく足跡のようにぽっかりと、ね、穴が開いたような雲が見られています。で皆さんからこれまでリポートでもご報告をいただいております。愛知県を中心にご覧のように穴の開いた雲というご報告を複数いただいております。でこの穴開き雲なんですけれども、どういった現象でこうやって起こるのか詳しく見ていきたいと思います。こちらは鱗雲は0度以下ですが凍っていない下冷却水滴が集まってできております。まあ、これらが雲を形成する水滴、アニメーションでも見えております。氷そのものも氷や水の細かい粒で集まってできているということなんですが、水滴のうち一つが氷の粒へと変化します。何らかの原因である一点で水分が凍結を始めますと、周りの下冷却の水分が次々とその氷に付着していくんですね。割れたり周りの粒をくっつけたりしながら粒そのものが大きくなっていきます。大きくなって重くなってしまった氷の粒は落下していくんですが、その途中で蒸発してしまいます。その蒸発して消えてしまうという結果、一部分だけぽっかりと穴の開いた雲ができるということで珍しい現象と言われています。ぜひこういった雲を見かけると穴が開くほど眺めてみるのはどうでしょうか。気になる最新のお天気ニュースなど最新の気象情報はウェザーニュースのアプリからご覧いただけます。